なんでこんなに面白いのか、そんな理由も含めてミニオン長編シーンの感想レビューお話ししていきたいと思います。途中までネタバレなし、とりあえずおすすめ度は星4つ。今回は人気ヒーローのオマージュが盛りだくさん、ファンタスティック4、スパイダーマンやマーベルヒーロー、メインブラック好きには特に見てほしい、おすすめ度星4つ。ちょっと甘いかなと思いますが、やっぱりミニオンズ面白い。さあ、あらすじお話ししていきましょう。妻と3人の娘たちと幸せに暮らしているグルーの一家に、グルーとウリ2つの息子が誕生する。グルーは息子を甘やかすが、いくらやしても息子は好意的な表情も仕草も見せる様子がない。一家はミニオンたちと新しい街で身分を隠し暮らそうと奮闘するのですが、イルミネーションエンターテイメントが手掛ける人気アニメーションシリーズ怪盗グルーの第4弾、グルーとその家族に息子が生まれ、新たな街で身分を隠しながら奮闘します。監督は第1作怪盗グルー月泥棒のクリス・ルノー。特に第1作目が好きな方には、その第1作目のいろんな物語が複合的に入ってるんで、もっと楽しめるはずです。ただし要注意なのは、虫が苦手な方、特に私はアニメーションでコミカライズされているのでめちゃくちゃ楽しめましたが、虫が苦手な方はちょっと序盤きついかもしれません。ただ少し嫌だなと思っても最終的には気にならなくなったのはイルミネーションのマジックですよね。あとはですね、ちょっとこれ言いにくいんですけれども、吹き替え版と字幕版でやっぱり吹き替え版の笑福亭鶴瓶さんの吹き替え、僕めちゃくちゃ好きなんですけれど、結構もうきつくなっちゃってるのかなと、聞きづらいところが多かったのは気のせいではないと思うんですけれども、ただですね、やっぱり後半は全くそんなことを気にせずにいつものグルーとして楽しむことができましたので、これは僕のまあちょっと気の迷いかもしれません。身構えとけば何ともないと思うんですけれども、もしですね気になったよって同じ方がいらっしゃればコメントにて教えてくれると嬉しいです。あとはですね、何が面白いのかこれ話していきたいと思うんですけれども、とにかく内容がない。内容がないってめちゃくちゃ実はいいことなんですよ。しかもそれって潔いほどストレートに内容がないんです。だからつまらないっていうわけじゃなくて、その内容がないなりに情景、例えば一つ一つのテーマであったり看板だったりミニオンズの動きであったり、そういったところに注視できる、まあ、つまりですね、内容がないからこそミニオンズのコメディアンなコメディーとしての楽しみ方、ギャグとしてそこに集中できるんですよ。そこがね、重たい話とか軽い話とかいろんな話がいろいろと作中に入ってしまうと余計に気が散っちゃうんですね。だからストレートにギャグっていうのを体現している、これがね本当に美しいぐらいバランスがいいというか、小気味がいいというか、わーっとねくだらない笑いにめちゃくちゃ向いている、ポップコーンコーラ片手に最高の笑顔を皆様にお届けします。本当にね、何にも考えないで頭空っぽにして見れるっていうのはすごいことなんですよ。急にシリアスな話とか入ってきちゃうと、やっぱりねそこに集中できなくなってしまう。だから中途半端になってしまう、下手に泣かせようとするから、そこの笑いっていうのが吹き飛んでしまう。そういったことがなくて、本当にいい塩梅で物語が進んでいくんですよ。頭空っぽにして笑えるってすっごい映画の中での一つの重要な要素だと私は思うんですね。だからこそ、まあ頭空っぽにコーラとポップコーンで映画を楽しむっていうね、純粋なこの映画の楽しみ方、まあ例えばですね、子供がいてギャハって笑っても、ああまあ逆にそのなんていうのかな、映画の中での笑いがめちゃくちゃいいなって思えるぐらい本当に内容がいい、内容がいいんですよ。これミニオンズってね、僕は面白かったですよ。ベネネーとかね、もうね、もうそれだけで面白いですから、もう笑いましたね結構ね。うん、まあミニオンズ今回も面白かったです。ただね、注意は虫が苦手な方、これにつきますのでお気をつけください。続いてはおまけの感想、こっからねネタバレありでお話ししていきますので注意してください。用意はいいですか？まあネタバレって言ってもね、そんな内容があるお話ではないんでね、こっからねテロップなしで多分お送りすると思うんですけれども、ご了承ください。ということでおまけの感想、こっからはネタバレありでお話ししていきます。まずですね、本当に頭空っぽで見れるっていうところがそうなんですけれども、まあこれどういうことかっていうとですね、やっぱりね天下のイルミネーションですよ。例えばミニオンズが働いている時、一つ一つオフィスのシーンがあったじゃないですか。その一つ一つのオフィスのシーンで、例えばですね、これ
まあ結構大きい規模のね、あのところで働いているところの方っていうのは共感してくれると思うんですけれども、一人一人のデスクのところにやっぱり個性出るじゃないですか。例えば家族の写真めっちゃ貼ってる人とか、もうなんか推しのキャラクターをめっちゃ貼ってる人とか、逆にもう超シンプルな人とか、まあ最近はね、移動型のまああの個というスペースがない、まあ、オフィスも増えてきたんで、まあリモートワークですしね、まあそういうのは少ないと思うんですけど、まあ昔のね、アメリカのよくあるねオフィスの一つですよね、一角ですよね。まあそこでですね、ミニオンズはまあふざけ散らかしてるんですけど、そのオフィスのね一つ一つにね、まあ、完全にね FPS っていうね、あの銃のゲームやってるミニオンズがいたりとかですね、ミニオンがいたりとかですね、まあそこも面白かったですよね。まあだから本当に内容がないからこそ、そういった細かい描写を注視できるのもそうですし、まあギャグに集中できるっていうのが特にね、僕はねやっぱ最高でしたね。うん、今回別にねポップコーンコーラって、まあ、やるときはやるんだけど、まああんまりね、がっつりポップコーンブローって食う人ではないんで、まあ映画にね、まあ、集中したいからっていう、まあポップコーン食うのは全然いいんですけどね。でもまあそんなね、別に集中してみなくても本当にあのちょっとそっぽ向いても楽しめる映画ってやっぱ最近減ってきたなっていうのは薄々感じてはいたんですけれども、まあただですね、まあそういった笑いに向いているミニオンってすごいなって、僕ねこれね、まあ聞いたことある人も多いと思うんですけど、常々思うんですが、人を笑かせるってすっごい頭使うんですよ。これ内容ないんですけど、じゃあ笑うまでにどういう風に気をつけなきゃいけないか、例えばシリアスに しすぎちゃもちろんダメですし、例えばあんまりにも下ネタが多くても笑いって誘えないし、じゃあ何で笑えるかっていうのはやっぱりこう緩急のつけ方なんですよね。まあ、ここまでこう物語が単調に進んでいって、アクションが進んでいって、で一息つくところにこう笑いが入ってって、この合いの手のバランスの良さ、これね傑作だなって、ミニオンほんとすごいなって毎回思いますね。まあ、今回興行収入的には結構良かったんですね。やっぱり一作目の監督が作られてるんで、やっぱミニオン愛してるなっていう、そのまあ一人のミニオンの監督、ミニオンを作った監督ってやっぱミニオンのこと愛してるんだなって、そんなね愛がすごく伝わる映画だったなっていう。でやっぱりまあいろんなヒーローもののアクションのオマージュ、まあファンタスティック4、まあゴム人間とかね、岩になったりとか、あと笑ったのはやっぱスパイダーマン電車止めるシーン、あれめちゃくちゃ笑いましたね。皆さんは他にも気づいたヒーローとか言ったら、もうぜひコメントください。ちょっとみんなとね話したい、ヒーローもの最高だから。あのミニオンズたちどうなっちゃうかなっていう、 あと博士ね、あのさ、赤ちゃん昆虫になったけど大丈夫なんかなって俺すげえ心配になったけれど、まあ博士天才だったんでね、本当に何事もなくね終えましたね。あとターミネーターのオマージュ爆笑しました。同じくターミネーターで爆笑した人はコメントください。ということで、サケネコの映画チャンネル感想レビューでございました。ここまでね、最後までご視聴いただいてありがとうございます。最後までねご視聴いただいた方、ぜひ最後まで見たよって言ってくれるとね、めちゃくちゃ嬉しいので、また引き続きねチャンネル登録高評価ボタン押して他の動画もご視聴ください。もう映画大好きなんでね、みんなにね楽しい映画いっぱい伝えていきたいと思います。それでは映画の世界でまたお会いしましょう。おつねこ様でした。バイバーイ。